こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと画面切り替えていきましょうか。ご覧いただいている女性の方、とても可愛らしいですよね。ほろ酔いと言いますかね、ちょっと酔っ払ってる感じがします。ドイツのビールをね、飲まれてるみたいで、まあノリでね、お酒の紹介などをやってるんですけども、まあ動画をもっともっと出そうよみたいな感じでね、私もずっとねプッシュしていたんですけども、最近ね1日3本の動画を出すぞみたいな感じで、やみくもにやりだしてるんですけども、まあ心身気鋭と言いますか、新しい彗星のように現れた少女でございます。ただね、新しい少女といっても皆さんにとってはそうでしょうけど、私にとってはね、速稼塾開闢以来のまあお付き合いなんですよね。私が速稼塾を始めてすぐに私の事務所の方にお友達と3人でねいらっしゃって、そのうちの1人なんですけども、まああのいろいろとね、私の会社を手伝ってもらったこともあるし、あの有名ホテルに勤務されていた、そんなね経験もあって、そのホテルに、紹介していただいてね、私の方も結構 VIP な待遇をしていただいたりとか、そのホテルで、高級コース、速稼塾のね最上級コースの講義を一日してみたりとかね、合宿に行ってみたりとか、さまざまね思い出がありますね。ちょっとこの辺でいいですかね。ちょっと画面元通り戻しましょうか。はい。この方ね、面白い動画を今回撮ってくれました。何が面白いかっていうと、ビールの紹介動画なんですけども、ビールを一口も飲まずにね、しかもねビールのことをほとんど話さないという、何なんだろうと思いますけども、でもね、ここで皆さんにお伝えしたいのは、こういう動画でもやらないよりは100倍いいんですよね。で、動画を出せばこうやって誰かが取り上げる可能性はまずあります。そして動画を出せば、遠い将来かもしれませんけども、ずっとね再生されるチャンスはこの世の中に残るんですよ。そして動画を撮ったという経験値は1個上がります。1個作ったわけですからね、様々あるでしょ。だからね、やらないメリットってないんですよ。でもやるメリットは山のようにあるんですよ。だからそういう1点だけを捉えても、今ね情報発信にちょっと戸惑ってる方とか、自分には YouTuber 無理かなと思う方には、もうぜひね、その無理かもしれないっていう気持ちと戦って、ぜひね勝ってほしいなと思います。それが第一歩ですよね。まあこれなんて無理かなとか、自分には無理かなと思ったら、その無理かなっていう思いが実現するんですよ。でもね、無理なことって別に何もないんですよ。で、誰が無理だって言ったんですかと、世界の誰があなたの未来をとどめたんですかって、誰もいないんですよね。あなた自身があなた自身の未来を決めていますし、想定してるんですよ。もうですんでね、その辺をよく心に刻んでいただいて、自分の未来はバラ色にするんだと思えば、どんどんバラ色に染め替えていただきたいと思いますね。まあこういうふうにね、ビールを飲んだか飲まないか分かんないような動画でもちゃんとアップロードされるわけですし、私がね、じゃあこれについてネタ頼まれてもないのにね、こういったネタ動画撮ってみようかなと思うわけですよ。これが拡散のタイプですからね。まずやってみましょう。それでは、いってらっしゃい。